はい、どうもこんばんは、山城と申します。さあ今日はね、どこに来とるかというと、三重県四日市市の河原町駅ってね、ところに来てますよ。まあここに来るの初めてじゃないんですよね。前回はどこだっけ、河内長野行った時か、あそこ行った時にね、ここから乗りましたよねっていうことがありましたけどね、まああまり行くことはない。ちょっと今日はね、昼間に用事があってね、それでこの河原町駅から乗ってるわけでございます。まあなかなか遠くから、まあこっちの方にね住んでる方、芥川河原町はね、遠征の方はね、まあ使うことも多いでしょうしっていうところではあるんですけど、こんな感じね、河原町駅、萬古の里ってなって、萬古焼の里ってね、書いてありますけど、まあここのねすぐそこにね、萬古町とかもね、ちょっと北側に行ったらありますしね。そうそうそう、四日市市のね有名な焼き物ね、萬古焼、あのこれ見たことあるでしょ、これです、これで作っているところです。まあ他にもいろんな焼き物あるんですけどね、一番有名なのはこれね、なんかシェアの9割以上持ってるらしいですよね。で河原町駅はね、準急と普通しか止まらないんで、どんどん電車が来るわけですけど、おこれはもしかして、お火の鳥だ、いややっぱかっこいいですね。あと10分ぐらい時間があるんでね、今日のね、今回のね、予定というか、企画をね、説明したいと思います。今回はね、何をするかというと、この後ね、岐阜に行きます。で、岐阜のね、もう最初に言っちゃいますね、穂積駅行きます。あの実はですね、うちの動画で行くの初めてじゃないんですよね。前回あの養老鉄道ターミナル完全制覇の旅っていうね、シリーズをアップロードしてるんですけど、まあそれね上がってるんで、ぜひ見ていただきたいんですけどね。でその動画の時に、あの美濃赤坂駅でしたっけね、あの支線で赤坂支線っていうのが出てとって、それに乗ろうとして、いろんな手違いがあって乗れずに、とりあえずね、あの水波駅でね、そのまま折り返すのもなんなんで、一回ちょっとだけ改札降りてね、ちょっと駅前だけ見てね、すぐにもう折り返してね、とっとと大崎に変えてたという動画があるんですよ。一応ね、あの多分うちの駅前散歩の中で一番短い駅前散歩だったんですけどね。そしたらね、あの視聴者様からね、あのご指摘がございましてね、いやね、正直ね、あ柿があるんやな、そうか、冬柿が有名なんだ、うーんってぐらいでね終わらせてたんですけどね、まあ、正直全然な、もう私も知らない場所なんですよね。穂積駅、水干しっていうね、市らしいんですけど、水干しはね全然私もゆかりがなくて、大柿はね友達がおったりするかね、あえてねよく行くんですけどね、うん、っていうところだったんでね、まあ超適当にねやったんですけど、ね、そしたらね、その穂積駅、穂積じゃない、水干しね、出身の、ね、あの視聴者様がね見ていただいた方がいらっしゃったみたいでね、いやいや待てと、ね、水干しもっと魅力的なところあるぞと、いうねご指摘をいただいて、まあそれはそうですよねと、それでね、失敗しましたねということでね、今回はねですので、あのその方からね、あのいろいろちょっと見どころとかもね教えていただきましたんで、これはもうね視聴者様からのリクエスト企画ということでね、これやはりもう紹介するしかないの、お詫びも兼ねてね、そうそうそう、今ね穂積駅って入れると、どうもうちの動画がだいぶ上の方に出てくるみたいなんですよね。まあ穂積駅をね預かってるところっていうのがあんまりないですからね、まあということなんで、これはやはりねちょっとね汚名返上ということでね、うちのチャンネルでですね、ちょっと水干しね、穂積駅、および水干しをね徹底的にねピックアップしていこうじゃないかということですね。でまあね、水干しとね、でその中でもね先ほどに言っちゃいますけど、ね、おすすめポイントで挙げてもらったところがね2つあって、駅前のね、あの穂積駅のね駅前のところの感じはねいい感じですよというのをね教えてもらったのと、うん、なんかねかなりレトロチックなね街並みらしいんですよ。昭和のね面影を残しとってね、あのおすすめですよってことで、もう一つがね、これはね実はあの水干しじゃないんですけど、スノマタっていうところがありまして、このうちでね、スノマタっていうところがあって、そこにね、スノマタ一夜城ってところがあってね、ここはね、見どころですよ。ぜひ行ってみてくださいよ、ということでしたんで、これはね、ちょっと行ってみたいなということで、そう、大垣市って言ってますけど、いわゆる飛び地なんですよね。大垣って、もともとの旧市街のね、大垣と、その周りが
いろいろと合併したのがありまして、昼井町とか、でも昼井はもっと前から合併した大垣市でしたっけ、昼飯って書いてね、昼井っていう地域とかあってね、私も仕事で行ったことがあるんですよ。なんでやって、あそこにある某スーパーで働いてましたんで、ね、そう、ね、両端にね、こんな感じで2つ飛び地ができたんですよね、大垣市って、そうでっかい一つのやつがあって、でアンパチとかがくっつからなかった兼ね合いで、スノマタ町っていう旧スノマタ町ですよねが、飛び地であって、そこのところに一夜城っていうのがあるんで、これはねいいらしいんですよ。あ、そうなんかと、実は行ったことないんで、よし、じゃあせっかくやから行ってみようということでございます。ただね、本当はね昼間から行ければよかったんですけど、今日ちょっと昼までね用事があって、その兼ね合いでこっちの方が埋まってましたんで、そういうことで、今から穂積駅に向かいますよということでございます。でね、穂積駅に向かうのはいいんですけどね、こんな時間から行ってどうするんやと、まあ確かにそうなんですよね。まあちょっとね、途中一泊をして大垣で、ちょっと一休みをして、行く予定でいます。ただね、やっぱ名古屋もね、まあ言うてね、コロナやつとかもあるじゃないですか、その兼ね合いもねありますからね、今回名古屋、普通ならね多分大垣、水溜りの方に行くというのは名古屋駅まで出て、名古屋から東海道線が、で、穂積駅、ね、あっちの方、岐阜の方とかに行ってね、一泊してるとかっていうようなケースになると思うんですけど、今回はね、養老鉄道で行きますということですね。ですね、このまま桑名で行って、桑名からね、一旦ね、美濃柳でしたっけっていう、駅まで行って、で、そこから、ちょっといろいろと考えてますもので、というような予定でございます。とりあえず電車に乗ってね、桑名まで移動して、桑名から養老鉄道に乗り換える予定でございますよと。ですからもう普通でしたらいいやってことでね、普通で行きます、乗り換えなしでね、よいしょ、はいよ。ってことでね、桑名までやってきたけど、ここからねとりあえず養老鉄道を乗り換えて、美濃青柳っていう駅までね、行く予定でございますよと。さあ、とりあえず、そうそう、こっちの改札ね、ホームだと上まで行かんと、いや、うん、そういえば締めの湯オープンするらしいですね。あ、オープンするっていうか、もうオープンしたのかこれね。そうそうそう、かなりいいスペースらしいんでね、行ってみたいところなんですけど、養老鉄道は一旦で行っちゃうんだよ。でもそうか、こっちからそのまま乗れるから、こっちにはないでどうな、こっちになるとな、よし、はいはいはい、で、そう、こんな感じで連絡会社口がねできてるのに、あ、面白いな、これここで一回改札タッチして、で、ここで買うんだ、こんなデザインなんや、すいません、はい、おっと、はい、ありがとうございます。こんな感じなんや、あ、なんか液晶も綺麗になりましたね、こういう感じなんや、あ、で真ん中に人が立って情報を捌けるような感じになってるんですね。だから有事改札なんだ、で、中には自販機とかも売ってますね。で、そう、ホームはね、短く、改装工事でね、短くなりましたけど、あれ、前の時もこんなターミナルでしたっけ、リニューアル前に確か撮ったよな、ね、ターミナルも日々進化しますね、進化なのかな、で、中のところとかも、あ、中線の線路なんかも
剥がされとるから、なんかまた施設作ったりするのかな。どうなんでしょうね。面白いのが生産機があって、生産券出して見せて出るような形になってるんですね。まもなく6番乗り場に普通バス行き、普通電車、普通バス行きの普通電車が3両本線で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。北京町まで各駅に止まります。券売機売ってないのもありましたね。フェンスの向こう側ですけど、養老鉄道の案内書いてあるんですね。新町普通が来ましたけど、でそう、なんでねこんな時間からね、二の青柳ね、えらい中途半端なところでしょ。なんでそんなところに行くのかっていうと、こっからねちょっと、いやちょっとっていうか、まあまあ歩いたところに快活クラブの、大垣店っていうのがあるみたいなんですよね。ですのでそこでね、そこまでいわゆる前乗りみたいな形でね、出ておいて、で翌日そこからね、大垣からスタートすれば、穂積まですぐですから、それで行こうじゃねえかという魂胆でございますよと。ただね、あれ前になんかいろいろ柿付き防音個室泊まってね、移動してとかってやってた時はウェブ予約とかがねできませんよっていうのがあったと思うんですけど、なんかね、ちょっとご利用いただきましてありがとうございます。まもなく4番乗り場に20時7分発など養老方面大垣行き、大垣行きが参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。まあいい、ここらは大丈夫でしょ、ここまで来ないはずですからね。ということで列車に乗ってその快活クラブまで行って、なんでしょうね、歩いて30分ぐらいあるらしいんでね、まあまあ距離があるみたいですけどね。さあということでやってきましたね。この列車がまあまあ養老鉄道はね、前回がっつりターミナルでね紹介しましたから、もうすぐ多分切り替わると思うんですよ。大垣になったね。これで南青柳までね行ってみましょう。よいしょ。